どうも、皆さん、こんにちは。着伐です。本日はですね、こちらのマリオットアメックス、こちらはプレミアムカードになるわけなんですけども、本日はですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードで、国税の支払いに関するポイント付与変更がですね、アメックスの方で発表がされましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、国税の支払いに伴う、加算ポイントに関するお知らせということで、プレスリリースがね、出ているわけなんですけども、内容といたしましては、解約っていう風になっておりますんで、残念ながらですね、またね、悪くなるっていう風になります。ということですんで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、画面を切り替えさせていただきます。ということで、公式サイトね、こういった形になっておりまして、プレスリリースでね、発表されているわけなんですけども、国税の支払いに伴う加算ポイントに関するお知らせということで、2024年1月1日より来年の1月からですね、以下の一部の提携カードによる国税の支払いに伴う加算ポイントが変更になりますということで、対象カードはですね、ヒルトンアメックス、ANAアメックス、デルタスカイマイル、マリオットアメックスということで、こちらのカードがですね、今回ね、国税を支払う際のポイント付与がですね、変更になるっていった形になります。で、内容なんですけども、ヒルトンアメックス、ANAアメックス、デルタスカイマイルになるわけなんですけども、ポイント付与の上限を300万円といたしますということで、まあ、今まではですね、ヒルトンアメックスの一般カードであれば200円で2ポイント、ヒルトンアメックスプレミアムカードであれば200円で3ポイントということで、このね、アメックスのクレジットカードっていうのは、もともとね、税金の支払いっていうのは、ポイント付与がね、半減っていった形になるんですよね。このヒルトンアメックスプレミアムカードだったら、まあ、本来ね、100円で3ポイントね、獲得することができるわけなんですけども、国税の支払いに関しては、ポイント半分っていう風になりますんで、200円で3ポイントっていう風になってるんですよね。で、一般カードであれば200円で2ポイントっていう風になっておりまして、こちらもね、本来であれば100円で2ポイントね、獲得することができるんですけども、税金に関してはですね、こういった感じで、ポイント付与はね、半減になっているんですよね。で、これがね、2023年の12月31日まで、今年のね、12月31日までは、このポイント付与、半減でね、まあ、もらえるわけなんですけども、2024年の1月1日以降はですね、1年間、1月1日から12月31日までの合計で、300万円以内のご利用に関しては、今まで通りですね、200円で2ポイント、200円で3ポイントね、一般カード、プレミアムカードでね、分かれておりますけども、ポイントがね、もらえるわけなんですけども、300万円を超えるご利用に関してはポイント付与加算対象外っていう風になるんですよね。これすごいね、残念ポイントですよね。このね、あの税金でね、一気にね、支払いして、ポイントをね、たくさん獲得したりですね、まあ、プレミアムカードに関してはですね、200万円以上決済すると、ヒルトオーナーズね、ダイヤモンドステータスがね、もらえるわけなんですけども、このね、300万円を超えるものに関しては、ポイント一切もらえないっていう風になりますんで、これはね、非常に大きな解約ですよね。で、またですね、ANAアメックスプレミアムカードに関しては、一般カード、ゴールド、プレミアムあるわけなんですけども、こちらもね、本来100円で1ポイントもらえる制度なんですけども、税金の支払いということで200円に1ポイントっていう風になっております。これが、2023年12月31日までということで、年内まではね、これが利用することができるんですけども、来年からですね、1年間、1月1日から12月31日までの合計で、300万円以内に関しては、今まで通り200円につき1ポイント。で、300万円を超えるご利用に関しては、ポイント加算対象外っていう風になりますんで、この税金でね、一気にマイル獲得してたっていう方もですね、もうね、300万円以上だと、ポイント一切もらえないっていう風になります。んで、いやね、残念ですね。で、またね、デルタスカイマイルに関しては、一般カード、ゴールドカードありますけれども、まあ、200円で1マイルね、12月31日まで利用することができてたわけなんですけれども、こちら、まあ、ANAアメックスとね、まあ、一緒ですね。はい。年内に関しては、300万円以内のご利用は、今まで通りっていう風になりまして、300万円を超えるものに関しては、マイル加算対象外っていう風になりますんで、こちらもね、一切もらえなくなるっていった形になります。またね、このマリオットアメックスクレジットカードに関しては、今までですね、このマリオットアメックスっていうのはもうカードがね、発行された時からですね、ポイント付与上限がね、500万円までだったんですよね、国税の支払い。で、んですけども、今回ですね、300万円まで引き下げっていう風になりますんで、
これもね、非常に残念ですね。で、まずね、一般カード、プレミアムカードありますけども、一般カードの場合は、これもね、国税の支払いっていう風になりますんで、本来ね、100円で2ポイント一般カードをもらえるんですけども、税金の支払いなので200円で2ポイント。で、プレミアムカードの場合は、100円で3ポイント本来もらえるんですけども、税金の支払いなので200円で3ポイント。これが、年内ね、500万円以内の場合は、もらうことができるっていう風になるわけなんですけども、まあ、これがですね、上限がね、300万円っていう風になりますので、来年のね、1月1日から12月31日までの間ですね、300万円以内であれば、今まで通りね、ポイントがもらえるわけなんですけども、300万円を超えるものに関しては、ポイント付与対象外っていう風になるんですよね。いやね、この200万円の引き下げはね、かなり大きいのではないのかな、なんていう風に、思うんですよね。特にね、マリオットアメックスプレミアムカードとかで、税金支払ってね、一気にマリオットポイント貯めてますっていう方ね、かなりいらっしゃると思うんですけども、来年ね、1月1日以降は、300万円までしかね、ポイント付与もらえないっていう風にもなりますんでね。はい。だから、あれですよね。マリオットアメックスプレミアムカードは、年間400万円使うとね、プラチナステータスね、獲得することができるんですけども、税金で一気にね、400万円決済しちゃうとね、300万円まではポイントもらえますけども、100万円分に関してはもらえないっていう風になりますんでね。これはね、かなり残念ポイントですね。まあ、こういった形でね、発表されてしまいましたので、今後ね、こちらのカードね、利用されている方はですね、このね、国税に支払う時にはですね、ぜひね、注意していただきたいな、なんていう風に思うんですよね。で、今回ですね、国税の支払いっていう風になりますんで、まあ、この国税もね、一応紹介していきたいなと思うんですけども、国税って何ですかっていう方も中にはいらっしゃると思いますんで、こちらはね、国税って言った形になります。ですので、この税金に関してはですね、300万円を超えるものに関しては、ポイント付与ね、もらえないっていう風になりますんで、ここら辺ね、支払いある方はですね、ぜひね、注意していただきたいな、なんていう風に思います。まあ、一番多いのはですね、多分所得税及び復興所得税、まあ、ここになるかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、今回ね、ポイント付与ね、対象になるのは国税っていう風になりますんで、このね、地方税ってありますよね。ふるさと納税とか、県民税、市民税とかね、固定資産税とかね、ここら辺、あと自動車税か。まあ、ここら辺ね、あると思いますけども、ここはね、地方税になりますんで、こちらはね、対象になっておりませんので、この点はね、注意してください。あくまでね、対象になるのは国税っていう風になりまして、ふるさと納税などの地方税は含みませんっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね、会社とかね、個人事業主をされている方で、一気にね、所得税で税金払ってたよっていう人はですね、本当に大打撃になるのではないのかな、なんていう風に思うんですよね。まあこういった形でですね、発表されてしまいましたので、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。ということで今回ですね、アメックスが国税の支払いに対してですね、ポイント付与、変更をですね、発表いたしました。で、今回ですね、対象カードは、ヒルトアメックス、またね、マリオットアメックス、ANA アメックス、デルタスカイマイルということで、アメックスのね、プロパカードはね、対象になってないっていうふうになりますんで、アメックスのね、グリーン、ゴールド、プラチナとかね、ここら辺に関しては、今回ね、解約に入ってないっていう風になりますんで、一応ね、ポイント半分にはなってしまうんですけども、上限はね、設定されてないっていう風になりますんで、アメックスのね、プロパカードを使ってた方は、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、こちらね、他に対策はないのかな、なんていう風にね、私の方で考えたんですけども、まあ、今回のね、解約っていうのは、税金で国税の支払いですよね。で、国税の支払いっていうのはですね、今ね、コード決済とか Amazon Pay とかですね、いろんなのでコード、国税って支払えるようになったんですよね。ですので、私とかもですね、今年のね、確定申告の後に支払った時にですね、Amazon Pay でね、支払ったりさせていただいたので、まあ、対策としてはですね、こちらね、どのぐらいできるかっていうのはですね、正直ね、わかんないんですよね。ツイッターでね、やってる方は非常に多いんですけども、これね、実際にチャージしてできなかったっていうとね、ちょっと私も責任が取れないので、一応紹介させていただきますけども、国税の支払いっていうのは、Amazon Pay でね、支払うことができますよね。ですので、Amazon ギフト券チャージしといていただいて、まあ、それをね、支払いに当てていただければですね、Amazon のチャージっていうのは、ポイント満額取れますよね。
ですので、Amazon のね、チャージに関しては、これでポイント満額取れて、またね、国税の支払いで Amazon Pay が使えますんで、それで支払っていただければ、ポイントも満額取れて、税金も支払うことができますよね。ですので、こういった方法はね、あるにはあるんですけども、まあ、Twitter の報告でね、見ているとですね、税務署から電話がかかってきたとかですね、2回目からやめてくださいとかね、まあ、こういった、対応ね、いただいている方もね、中にはいらっしゃいますので、これね、正直ね、何百万とかになってですね、実際やって利用できなかったってなるとね、結構大変なことになりますので、まあこちらね、もしやるとしたらね、自己責任になるかななんていうふうに思ってしまうんですけども、一応こういった感じですかね。まあちょっとね、これは、できなかった時のことを考えるとですね、ちょっとね、やんない方がいいのかななんていうふうに思ってしまいますので、まあこのぐらいしかね、ちょっと対策はないのかななんていうふうに、思いますかね。ちょっとね、国税の支払いでね、事業されている方で支払うっていう感じになると、かなりね、高額決済になると思いますので、まあそうなってくるとね、他にいい方法っていうのはね、ちょっとね、考えづらいかななんていうふうに思いますので、もしね、こういう方法だったら平井さんめちゃくちゃいいですよみたいなのがありましたらね、ぜひね、コメントで教えていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。